オーストラリア荒イカは荒威科目荒イ花花に属する世界最大の荒イカである。外套膜が50センチメートル、体重10.5キログラムに達する。オーストラリア南海岸から西オーストラリア州のシャーク湾の岩礁や水深100メートルの海底近くに生息する。南方で冬を行われる。一切多不正でオスはメスを引きつけるために隠蔽色から鮮やかな色へ変化する。 一部のオスはメスへの警戒心を解くためにメスの色を傾ギす。交尾し散乱した後死を迎える。オーストラリアコウイカは中高生で90から150メートルの縄張りを持っている。彼らは1日の約95%を急速に費やしているため大部分のエネルギーは体の成長に回される。これはタコに似た性質である。産卵のための数週間を除き、 日中の3.7%と夜間の2.1%の時間は歳時に費やされ、それ以外の時間は休息や天敵から身を隠すために使われる。オーストラリアコウイカはインド洋のハンドウイルカに捕食される。イルカが南オーストラリアのスペンサー湾でコウイカの墨とコを取り除く様子が観察されている。ニューサウスウェールズ州のオーストラリアコウイカ。ありがとうございます。